ジャンピエール・シュベーヌマンは、フランスの政治家、社会党の創立者の一人であり、左派政党である共和国市民運動の名誉党首、国民教育大臣、国防大臣などを歴任し、ジャック・シラク政権で第17.19大内務大臣を務めた。1939年3月9日にベルフォールに誕生する。1973年に、 国民議会議員選挙で、社会党公認で出馬して初当選して、以来2002年6月の総選挙で落選するまで、議員を務める。研究科学技術省大臣を1981年5月22日から1983年3月22日まで、務めた後、1984年7月19日から1986年3月19日まで、 国民教育省を務める。1988年5月13日から1991年1月29日まで防衛省を務めたが湾岸戦争に反対して閣僚を辞任した。1992年9月20日に批准の是非をかけて国民投票にかけられたマーストリヒト条約には欧州会議論の立場から反対運動を展開した。 1993年5月1日、社会党を離党し、新党、市民運動を結成し当首に就任し、2001年まで、務める。1997年6月の国民議会議員選挙では、市民運動は7議席を獲得し、リオネル・ジョスパン・サハ連立内閣に参加し、シュベールマンは1997年6月4日、内務省に任命された。しかし、 2000年には、コルシカ島のナショナリズムの運動を、ジョスパン内閣が容認したことに反発して、同年8月29日に、シュベーヌマンは、内務省を辞職し、連立から離脱した。ジョスパン候補に対抗する形で2002年、フランス大統領選挙に出馬し、1518,528票を獲得した。2003年1月には、政党の名称を、 共和国市民運動に変え、シュベーヌマンは名誉党首に就任した。国家主権主義を掲げる、左派政党と謳っている。2005年の欧州憲法をめぐる国民投票では反対運動を展開した。2006年12月に社会党との間で2007年フランス大統領選挙では社会党が推すセゴレーヌロワイヤル候補を共和国市民運動が支持することで合意する。 シュベーヌマンは選挙期間中、精力的にロワイヤル候補の応援をした。2007年6月の国民議会議員選挙では議席復活を目指し出馬するも落選した。共和国市民運動には現在上院議員が一人、会議員が一人所属する。ありがとうございます。